ラマには音楽がある。音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー。ドラマってムジカ。今日はこれまでの作品の中から高校球児のドラマをお送りします。ぜひお楽しみください。中澤くん、頼まれてたここ3ヶ月分のデータできたよ。はい。おお、もうやってくれたの？そんなに急ぎじゃなかったのに、ありがとう。うん、でも県予選までもう1ヶ月切ってるんだから、のんびりもしてられないじゃない？そうだな。もう1ヶ月もないのか。いよいよだな。うん、行こうね、甲子園。ああ、私は小さい頃から高校野球の大ファンだった。野球をやっている男兄弟がいるわけでも、自分が野球やっているわけでもないのに、なぜか夏休みになると甲子園の試合中継をブラウン管にかじりつくように見入っていた。用事があって見られない時など、わざわざビデオに録画してまで観戦していたのには、さすがに家族も呆れてたけど、プロ野球にはないトーナメントの緊張感と奇跡のようなドラマ、そして球児たちの全力プレーとあのキラキラした眼差しは、野球のルールもよく分かっていないまだ幼い少女の心をわしづかみにしたのだ。次第に私もあの場所に行きたいと夢見るようになり、高校生になったら絶対野球部のマネージャーになるんだと心に決めていた。だから私の高校受験は偏差値ではなく、甲子園を狙える高校かどうかというのが志望の基準になっていた。そして2年前の春、私は古豪と呼ばれる甲子園常連校へと入学した。方眼びいきなところのある私が一つこだわったのは、他県からの越境入学者のいない地元の球児だけが集まる公立高校だということ。有能な選手を全国各地からかき集めた私立の強豪校の方が甲子園に行ける確率は当然高いのだろうが、そういうハンデを克服して甲子園に出場することに私はロマンを求めたのだ。中澤くん、ついにレギュラーだもんね。やっと、やっとだよ。そうだね。中澤くんが誰よりも努力してきたの私知ってるよ。いや、だって俺下手くそだからさ、努力するしかないんだよ。確かにね。でも中澤くんみたいにひたむきに努力ができるっていうのも一つの才能なんだと思ったわ。途中で諦めて辞めていく人も多かったから。まあそれぐらいだからな、俺の取り柄なんてさ。中澤くんは入学当時身長の小さい華奢な子だった。公立高校とは言っても、うちは伝統のある野球部なので、県内のあちこちから腕に覚えのある連中が甲子園を目指して集まる。体も大きくてがっちりした子が多い。だから中澤くんはひときわ目立っていた。中澤くん。あ、藤吉さんだっけ？うん。三組の藤吉知佳子、よろしくね。うん、一組の中澤健です、よろしく。中澤くんはなんで野球部に入ったの？うん、決めてたんだ、高校に入ったら野球部に入るって。え、ってことは初心者？うん、甲子園に出たくてね、この高校受験したんだ。へえ、すごい。そうだったんだ。私も甲子園に行きたくてあえてここ受験したの。一緒だね。そっか、藤吉さんもそうなんだ。じゃあ俺たち戦友だね。そうだね。私はマネージャーだから後方支援しかできないけど。よろしくね。うん、よろしく。私は中澤くんに強烈なシンパシーを感じた。体も小さいし、野球初心者の彼が
この野球部でのし上がっていくのはかなり厳しい道のりだろうけど、そのハンデを跳ね返してほしい。底辺から這い上がってレギュラーの座を掴んでほしい。それこそ高校野球のロマンだろうと思い、私は人知れず中澤くんの応援団長に就任した。藤吉、何？俺のこと呼んでるって聞いたけど。はい、これ。何？あ！背番号、縫い付けといたよ。ありがとう。やっと背番号もらえたね。16番。やったー。すっげー嬉しい。すごいよ、中澤くん。たった1年でベンチ入りメンバーに入れるなんて。いや、でもまだまだだよ。ベンチ入りが目標じゃないし、俺。レギュラーになって、甲子園に行くつもりで野球部に入ってるから。そうだったね。ごめん。じゃあ、もっと上目指さなきゃだね。頑張れ。おう。サンキュー。その年の夏の予選で、私たちは10年ぶりにベスト4まで駒を進め、甲子園がもう少しで届きそうなところまで来ていた。そして今年、エースで4番の中延博を中心に、ここ数年では1番と監督に言わしめるチームになっていた。今年はいける。そんないい空気がチームには漂っていた。でも中澤くんみたいにひたむきに努力ができるっていうのも一つの才能なんだと思ったわ。途中で諦めて辞めていく人も多かったから。まあ、それぐらいだからな。俺の取り柄なんてさ。藤吉、2年半、後方支援ありがとな。あ、覚えててくれたんだ。戦友、祈ってるよ。きっと大丈夫。